これは正幸様。次の出陣は馬がご入です。新しい馬が入っています。ありがとうございます。また寄ってください。すでに勝ちは見えておる。軍略比べと参りましょう。徳川方に寝返った長篠城は捨ておけん。断固攻め落とす。ごもっともなれど、信長が自ら援軍を率いてこちらへ向かっておるとの知らせがあります。ここは軍を一時引くこともお考えになるべきかと。信長来着前に長篠城を落としてしまえばよいだけのこと。いや、信長が来るならむしろ好都合。一戦してこれを打ち破ってくれる。織田方の兵は4万近いとのことです。しかるに我が方は1万5千。いかに数が多かろうと、父上が残された武田騎馬隊の敵ではない。もはやくどくどとした軍議は無用。直ちに出陣するぞ。勝頼様のおっしゃりを心強くはあるがな。兄上、あれほど固くならう姿は見たことがない。いささか気負いすぎておられるのではないか。信任厚いお主の言葉なら勝頼様も耳を貸してくださろう。頼まれてくれるか正幸。はい兄上。勝頼様、父上の最後を覚えているか正幸。はい、無論です。ここまでか。王道とは見果てぬものよ。父上、そんな。父上がなくては武田は。情けないことを言うものではないよ。おことが武田を導いていくのであろう。はいはい。
父上。正行、勝頼を頼んだよ。共に手を携え。はい、親方様。今日に武田の旗を。父上。親方さん。形勢不利であることは私も承知している。だが戦わずに引くなどあってはならない。それでは父上に顔向けできぬ。武田の誇りのため戦わねばならないのだ。どうか力を貸してくれ正行。勝頼様、しかしそれは。今瀬峠でも不況であったが私とお前で乗り越えた。今度もきっとそうだろう正行。信長本隊到着前に長篠城を落とす、これが何より肝要です。正行。援軍が近いと知れば敵の士気が上がる。敵の連携を遮りつつ迅速に軍を進めましょう。ああ、はあ、お前がそう言ってくれれば心強い。手を携え、必ずや勝利をこの手にしよう。はい、それでは出陣の用意をいたします。なあ、頼んだぞ。は、されば。そうだ、我らは勝つ、勝たねばならないのだ。たとえどれだけの犠牲を払おうとも。勝頼様。城に近づけてはならん。ここは策を用いるぞ。おや、ふむふむ、あそこの武将を捕まえて。合点承知です。忍びの手間にご覧あれ。奥川のご家来に伝令。織田本隊到着まで決して動かぬよう。長篠の皆さん、それで大丈夫なんですか。うまく騙されてくれたか。人の良いことだ。なぜ援軍は動かぬのだ。かくなる上は撃って出るしか。開門。私に続き長篠城を落とすのだ。やはり勝頼様は気負いすぎておられる。この判断が誤りとは思わぬ。もとより数では我らは不利である。当初の目論み通り長篠城に狙いを絞るのが上策である。この鳥でなんか嫌がらな感じ。長篠城危ないじゃん。出たいけど軍令は守らないと。サブ、ここまではたやすい。Yeah!
川の援軍が我らの背後に。急ぎ撃破し、勝頼様をお守りせよ。またしても敵の忍びか。これは大元を叩くべきだ。これもお武器でさ。見えているぜ。そう知らぬ顔してやるじゃないですか。バカな、笛を取るだと。無働きなど自慢にならぬ。敵将、討ち取った。ひるむな。守りを固めて迎撃せい。それそれ、知らぬ顔してやるじゃないですか。無働きなど自慢にならぬ。など自慢にならぬ。援軍、増援を相手にするな。狙いは長篠城のみ。正幸、何を勝手な。長篠が落ちれば徳川も引かざるを得ません。順序お間違いあるな、勝頼様。よくぞ還元した、正幸。みんな長篠城へ向かうぞ。これは偽物だ。先ほどの鳥居スネーモンもまた偽物だ。開門。うん、騙されてた。恥ずかしい。すぐに長篠城に向かいます。出陣。殿は動いてはなりませぬ。こちらで全軍の指揮を。囲まれた。敵に援軍が来たんじゃ。おお。ひるむな。囲みなど打ち破ればよい。突撃せよ。この先は突撃のようにいたずらに被害を増やすだけ。今の勝ちはやはりどうかしている。救援こう。私はこの程度の男なのか。連携の取れておらぬ増援など括弧に撃破すればよろしい。正幸の申す通りよ。武田の団結を見せつけよ。お前は本当に期待を裏切らないな。ここまでだ。このままではまずいか。水槽攻撃と見えない。中である。
男なのか。主によく似て面白みのない忍びだ。うちの忍びを見習うがいい。ありえぬ。よし、流しの城を落とすぞ。開門。流しの城は陥落寸前、戦意は下がるばかりか。リードの、ここは引くべきかと。皆さん撤退してください。私は敵の大将を撃ってきます。開門。など自慢にならんぞ。これほどまでに鉄砲を備えているか。お宝の物資ということか。働きなど自慢にならぬ。もう遅いわ。すでに貴様らは織田のアギトの中。戦力を見誤ったか。挽回する策は用意してきたのか。策かよ。そのすみません、押しております。勇ましいことだ。天下無双とは横領なことだ。助けられないなんて。皆さん、ごめんなさい。申し上げます。織田の大軍が間近に迫っております。間に合わなかったか。勝頼様、一時体制を立て直しましょう。信長が来たか。まさかここまで信長の動きが早いとは。抜かりました。ならばここで信長と雌雄を決するのみ。直ちに信長本体を撃つ。愚策です。正幸。何？何と言った正幸。信長本体到着前に長篠城を落とす、それこそが肝要だと申し上げたはずです。圧倒的な兵力差、しかも相手はあの信長。数に任せるだけではなく、必ずや何か手立てを。臆したか正幸。父上に恥ずかしいと思わぬのか。勝頼様こそ
今のお姿を信玄公にお見せできると本心からお考えか。やめよ正幸、無礼であろう。直ちに出陣いたします、勝頼様。ああ、勝頼様。もうよい正幸、ことここに至ってはやむを得まい。兄上、案ずるな。勝頼様のおっしゃった通り、武田騎馬隊が織田などに遅れを取ることはないさ。しかしそれは信長もよく分かっているはず。必ずや何かしらの手立てを。どのような罠があろうと踏みしだいて進むまで。正幸、勝頼様を頼む。兄上。はい、必ず。アジャ検証。はっ、父上。検証、矢をこの地にて砕くべし。みんな進め。上杉を打ち破り、剣心の首を上げよ。これ、織田を完膚なきまでに叩き潰す戦。誰も本陣に踏み込ませてはなりません。宿敵なくとも助けを求める声にあなたも応じねばなりません。大使。はい、姉上、仰せのままに。何人たりとも本陣に進ませはせぬぞ。本陣が固めやがったか。今はただ粛々と
と耐えるのみ。剣心の手がかりが少ないよ。何か企んでおるのか。心配はご無用です、影富様。兵の高など遠心攻撃は問題となりますまい。影富様、我らも参りましょう。織田の背後を義をもって突くのです。逃走の金はなれず。上杉がこっちからも来てる。早くうちの人に知らせないと。上杉の本命はこっちだ。こりゃ柴田殿が危ねえんじゃ。開門。押しかけ攻撃。前だけ派手に暴れるぜ。急げ。天も将来なれ。奪える。口数の少ない子だね。言いたいことはちゃんと言った方がいいよ。ご助言には感謝。はめられた。すまねえ、おじき。
織田を策にはめるため本陣を手薄に、のみならずご自身までおとりとなさると、謙信公の軍略まさに神のごとし。これが軍神の戦、織田軍など恐るるに足らず。さすが父上、ヒレオス様もひどいな。俺らに押し付けてさ、勝家さんの面倒まで見ろっていうの。無駄口は慎め。上杉という火種ここで潰しておく。はーい、厄介な兵を呼んでみました。私は今まさに神の戦を見ている。見事です、可愛い剣士。じゃ現れる。物足りぬ。柴田に引く道はなし。開門。いざ逃走を。急げ。天に立てつき世を乱す火種。消そう。なかったか。神の軍略しかと胸に刻みました。
砕くのみ。戦鬼の戦地層になろう。これが軍神の戦、織田軍など恐るるに足らず。さすがは父上。闘争遥かなり。織田の兵は見事な逃げ足ですね。我ら上杉の義と愛を前にしては指物織田軍もなすすべもありますまい。この勢いで上洛を果たし一気に信長を除いてしまいますか。決心行。謙信は救いを求める声に応じ兵を出したにすぎません。上杉は己が楽しみのため戦を起こすことは決してありませんよ。承知しております、母上。お言葉肝に銘じます。義の闘争こそ我が優越されど、父上、宿敵すでになく我が優越もまた帰らぬ。謙信、すでに勝ちは見えておる。佐久間隊が寝返った。この機を逃すな。徳川の砦を潰し信長を撃退するぞ。真田の三男ども、背後をお頼み申すぞ。この状況では寝返りに飛びつくしかない。故にこそ都合が良すぎる。ここで止める。徳川の忍びか。狙いは佐久間隊ではなく私か。私一人を足止めしたところで武田の本体はすでに。まさか。不働きなど自慢にならぬ。策をついた。撃て、たやせ、生きて返すな。勝頼様をお守りに。
マサトよ、勝利条件変更。信長様、手はず通りにございます。たばかられたか。やはりおびき寄せられたか。信長、周到に罠を張っていたが、一刻も早く勝頼様のもとへ向かわねば。ごめんなさい、奪うのがお仕事なんです。開門。すみません、今度こそ、今度こそ挽回させてもらいます。佐久間は砦を厳重に固めている。時はかけられる。南砦を突破する。マサタネ、なぜだ、なぜあれほどの鉄砲が。勝頼様、なぜ骨は手薄にお引き合い。マサタネ、勝頼様の頼んだ。皆の者、勝頼様をお守りする戦だ。織田の重工をへし折ってくれよ。武田は死の中に閉じ込められた。それでは勝頼様がおられる限り。開門。もはやこれは戦ではない。一刻も早い幕引きを。受け止まった。高爪にお任せあれ。開門。勝利条件変更。ここで本田忠勝が、策はなくとも止めねばならぬ。くらってくれる。兄上、佐藤さん、勝頼様、兄上、マサユキ、私は信綱に良い煽り方をするチョコザイナー。信綱謎に遅れを取るな。赤備えの恐ろしさ刻みつけてくれる。マサユキ、達者でな。土屋隊、突撃。ただいま君のため心置きなく討ち死にし。働きなど自慢にならぬ。すでに遅い。我が身滅びようと赤備えは不滅なり。信玄君、両手に土産を持って参ります。武者たちよ、武田騎馬隊はなぜ向かってくる。死ぬのは分かっているのに、なぜ。勝頼様、今です。お引きくだされ。すまぬ、皆すまぬ。
待て、正幸。兄と共に室に入る覚悟はあるか。無論、敵陣を少しでも脅かし、勝頼様を無事に退却させてみせます。このままではまずいか。追撃です。逃がしてはなりません。なお生き恥を探し、それでも私は地味の鬼美濃を殺せるか。貴様ら見ついてまいれ。撤退を。すまん、マサキ。兄はここで捨て石となる。勝頼様を、真田を頼む。そんな。兄上。まさかけ、まさつぐ、信綱も。勝頼様、もはや一刻の猶予もありません。直ちにお引き上げを。そんな、私は何を。勝頼様。わかった。すまない、まさゆき。信綱、マサテルを、お前の兄たちよ。今は勝頼様が落ち延びることが何より肝要。この正幸が必ずお守りいたします。